はいどうも、ご安全に。青函溶接職人カジチャンネルのカジです。今回は3本ローラーで板を曲げる時のコツについて解説していきます。この解説動画はかなり長くなってしまったので、前編に3本ローラーで板を曲げるまでの段取りとコツ、後編に3本ローラーで板を曲げるコツと2つに分けて解説していきます。皆さん、3本ローラーで板曲げはしますか？最近は外注に頼むことも多いのではないでしょうか。それでも工場にローラーなどがあれば自分で曲げなければいけないこともあるでしょう。多種多様なローラーが発売されていますが、私は70から80年代頃のローラーで鍛えられました。手回しのやつです。分かる人には分かってもらえるのではないでしょうか。油圧のサンボローラーを使った時は感動しました。4本ローラーは使ったことがありませんが、めちゃめちゃいいみたいです。これからは道具なんでしょうね。それでも私は言いたい、3本ローラーの使い方のコツは知っていて損はありません。この動画を見て綺麗に早く曲げれるようになりましょう。はい、あなたのコメント、チャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは前編、3本ローラーで曲げるまでの段取りとコツ、早速いってみよう。はい、今回は3本ローラーで板を曲げるコツの前編、3本ローラーで板を曲げるまでの段取りとコツを解説します。SS の板、幅が約 200mm、厚さが 9mm の板を約直径 1000mm に曲げる動画を参考にしつつ解説します。パイプの展開の仕方はナンバー4の動画、図面の読み方展開編1で解説していますので、視聴していない方は参考にしてください。最初に花曲げという作業のことを説明しておきます。3本ローラーで板を曲げる際には花曲げと言われる曲げをしておく必要があります。なぜかというと、3本ローラーでは図のように板に力がかかり、ローラーを回転させることにより曲がるのですが、ここからここまでは曲げることができないからです。花曲げをするには何種類か方法があります。私が知っているものを何種類か紹介します。皆さんの環境に合わせて曲げましょう。他にいい方法があれば教えていただければ幸せます。1、パイプなどに板を置いてプラスチックハンマー等で叩く。薄い板で幅のないものなどはこれでも OK ですが、思い通りに早く曲げるには慣れが必要です。2、何かの隙間に差し込んで曲げる。幅のない薄めの板などを図のように何かの隙間に差し込んで曲げたりします。ジグなどを作っておけば手っ取り早いのですが、これも慣れが必要になりますね。3、プレスで曲げる。最近のプレスは精度がいいので、今回の花曲げはプレスで曲げています。ここまでは主に幅のない板に有効です。プレスでは幅のあるものでも花曲げができますが、一人では難しいかもしれません。4、種板で曲げる。種板を使って曲げるにはコツがいりますが、昔からある曲げ方です。種板を使って曲げる方法もコツがいるので、いつか解説しようと思います。5、3本ローラーについているプレスで曲げる。花曲げができる3本ローラーがありますが、私の印象はなかなか綺麗に曲げるのが難しいです。この方法は段取りが良く作業は早くなるので、慣れてコツをつかむと作業効率は良くなります。6、4本ローラーで花曲げをする。私は使ったことがありませんが、動画などで見るととても綺麗に曲がるようです。原理は2の何かの隙間に差し込んで曲げるの機械バージョンです。単純ですがすごい技術だと思います。4本ローラーを使ってるよっていう方がいらっしゃれば感想などいただけるとありがたいです。
では改めて板を曲げる段取りから解説します。板を曲げる工程としては、板を用意し、寸法はもちろんですが対角寸法が合っているかを確認しておきましょう。今回の材料はフラットバー状なので直角だけ見ていますが、対角を確認するということは直角を確認するということと同じです。対角寸法が違っている板を曲げて無理やり溶接線を合わせると、ひねった品物ができてしまったり、胴に対して単面が直角にならない場合があります。曲げた後では確認することが困難になるので注意が必要です。次に貝先を取れる場所があれば先に取っておきます。ローラーに対して直角の面は考えなしに貝先を取ってもいいのですが、ローラーに対して平行な面は外貝先だと鼻曲げの時に若干支障が出ることがあります。外貝先の場合など図で見るとこのように端が若干曲がりにくくなるので、厚板などの外貝先の場合は貝先を鼻曲げした後に取るといいです。また厚い板など下の型が広くなって鼻曲げを曲げにくい場合は、鼻曲げしろを取って鼻曲げをし、鼻曲げをした後に従来の寸法に切断して貝先を取りましょう。今回は内貝先で曲げています。今回使ったローラーには鼻曲げができる機能がついているのですが、力加減がなかなか難しいのでプレスで鼻曲げをしました。最近のプレス機械は高性能なのでとても便利です。昔のアナログなプレスもいいところがたくさんありますが、時代の流れですね。では鼻曲げをしていきますが、この時の曲げの理想を解説しておきます。あくまで理想なので、 R のきつい曲げをする時なんかにはこのことを思い出して曲げてみてください。普通に鼻曲げをするとこのようになります。赤矢印の間が R に曲がっていて、 R 止まりからまっすぐになります。理想はこんな感じです。赤矢印の間は R に曲がっていて、青矢印の間は徐々に R が大きくなって曲がっていない部分につながっています。こうすることによりローラーで曲げた時に鼻曲げの R 止まりのあたりの曲がっていない問題が少し改善されます。今回は普通に鼻曲げをしています。このように曲がりました。鼻曲げの R はできるだけ正確に曲げる癖をつけましょう。大きな R ならアバウトでも多少大丈夫かもしれませんが、 R が小さくなれば正確に曲げることをお勧めします。後で曲げ直すことが難しくなるためです。 R の型も重要なので、私はできるだけ正確な型を使います。レーザーで R の型を切ってもらってもいいのですが、型がない場合などは私はブリキで作ります。作った R 型は大事に使えば一生ものなので、最後はヤスリをかけて正確に作ります。今回はここまでです。はい、3本ローラーで板を曲げるコツの前編、3本ローラーで曲げるまでの段取りとコツ、いかがでしたでしょうか。ここまでは理解していただけたでしょうか。次回は3本ローラーで板を曲げるコツの後編、ローラーで曲げる時のコツをアップします。ローラーで曲げるのが苦手な人は結構いると思うんで、この動画が参考になればと思います。しかし最近は外注さんに曲げを頼むとすごく精度のいいものが納品されます。しかもお安い。技術の進歩はすごいです。しかしイネシエの技術は絶対に必要だと思っているんで、この動画のようなアナログな知識を知っておいて損はないと信じています。引き続き後半も視聴してください。質問等ありましたらコメントの方によろしくお願いします。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは皆さん、ご安全に。